チャオ、アバダヌキ、ヒロマルです。ジェミニハイ、当日やってきましたんで、1日目、初見のプレイやっていきたいと思います。現在時刻が12時半、始まったばっかりのところなんですけども、まあ、猛者の方たち多くいらっしゃるかもしれませんが、なんでチームレース上行ってんねん。こっち行きます。チャンピオンズミーティングの方行きまして、初回のエントリーからやっていきたいと思います。エントリーする馬娘なんですけども、まずは、思い揺れのある星雲スカイ。こちらですね。こちらの逃げ、実装当日に、作れた金塊服3つ持ちの星雲スカイ、根幹と両馬場を持っていて素足逃げ骨もある星雲スカイ、こちらでまず行きたいと思います。逃げ、ほんで、先行、先行の成田ブライアン、これかな、マエストこれじゃねえよ、マエストロこれ、先行の成田ブライアンこれか、先行の成田ブライアンこれですね。マエストロと食いしんも持っていて全身全霊、そして根幹京都レース場と、こちらの、成田ブライアンで、先行担当していただいて、ほんで、ゴールドシップ、これはまあさ一番最初ら辺できたやつかな、ゴールドシップなんですけど、こちらどちら、これかゴールドシップ、マエストロ、下校の、スペシャリスト、ほんでまあプロフェス、まあここら辺はまあちょっと違うやつに変えたかったけど、まあ素足がないんですけど、まずこれでゴールドシップ行きたいと思います。まあ、スタミナ的にはまあ十分大丈夫かなと思われるゴールドシップで、この3人、1日目やっていきたいと思います。お願いします。さあ始まりました、マッチング開始。まあ、始まったばっかりの時間強い人多いかもしれませんけど、まあこっからこれぐらいどうなるか。1番人気星雲スカイ、ほんで5番人気、そし成田ブライアン、ほんで校長の追い込みゴールチが2番人気と、いきましょう。お相手さんはどんな感じなんでしょうね。うわー、やっぱりおるわ、いる、普通にデバフネイチャーは、デバフネイチャーはおる。うわ、末足パターン、このゴルシも強いな多分。スタミナ S、 スタミナ S、 食いしん坊マエストロと、皆さんしっかりスタミナは S 以上ある感じですね。テインスカイ A プラスの S、 ほんでおわー、スタミナカンストの成田ブライアン、スタミナ SS まで持ってきてる、全身全霊クールダウンと。皆さんスタミナを意識してやっぱり育成されてますね。やっぱり3200円長いんで、ほな早速1日目いきたいと思います。月刊トゥインクル号2面、あ、セインスカイだ、セインスカイが押されてる。ここは最初、まあ、じっくり見ていって、皆さんもう走られてますね。俺はちょっと初めてなんですけど、いきます。一番最初の最初大事よ、一発目で A グループ決めれたらほんまに大きい。まあこれ最初の演出なんで見ますね。デミニハイ、次がカニザよね、キャンサー、いいっすね、やっぱり演出かっこいいな。行きましょう。いやー楽しみ、京都レース場、天皇賞、春、セイウンスカイ、成田ブライアン、ゴールドシップ。3番人気もセイウンスカイおるから怖いな。1番人気、2番人気、3番人気独占しとったらまあ勝てるかなって、ほぼほぼなんか確信を持てるんやけど、まあでもな、全然4番人気5番人気でも勝てるけんさ、まあどうなるか分からんす。倍速でいきます。おい、出遅れ出遅れ、コンセントレーション持っとったでしょ。クールダウンいいよいいよ、クールダウン最初に発動したらナイス。コンセントレーションつけとっても出遅れます。これはまあ本番であんまり引きたくないやつを引いたんやけど、まあなんとか前に行こうとしてる。こっからまあ脱出があるんで、前に行ってくれたら発動するかな、どうだろうな。でも星雲スカイが譲ってくれないですね、固有が発動しないと。いやーこれ先頭は取られたな、相手の星雲スカイに。マエストロ発動して、こっからゴルシーの固有が発動。いやー星雲スカイ位置的に悪いな、俺星雲スカイ勝てるかなと思ったんやけど、挟まれてる完全に、もう下げて下げてや、下げて下げて。うわこれ星雲スカイちょっと潰れるな、ゴールドシップに頑張ってもらいたい。ゴールシが上がってきて、いや相手のスペ強いな。さあブライアント、
さあブライアンの固有発動。いやセイウンスカイ、やっぱ固有相手にセイウンスカイおったら逃げ顔たちもなかなか厳しい感じはある。合わせるか。いやー頭これ負けたね。負けましたお相手さんのスペに負けました。 A スペ、うわ SSA 賢さ276。これはでもなんか新たな発見ができるパターン。マジか。まあまあ展開の妙もあったんかもしれんけど、ゴールドシップが全然こんかったな。まあ、最初出遅れたのは成田ブライアン痛かったけど、マジ最初ちょっと採石悪いべ。まあ、こっからまあ気を落とさずに行きたいと思います。まあ、5連勝とはならんかったけど、まあ、最初まあ3勝以上決めたい。ちゃんとさあ行きましょう。まあ、出遅れんかったらいい。まあまだバックインがいっとるな。テンスカやっぱりスピードが S プラスなんで、マックイーンこれ早いのかな。センスカ行ったな。テンスカ今先頭に立てて、ほんで固有が発動したらよりもう自分のレース展開にできていけると思うけん、まあ、そこですね。脱出とかも発動してくれたらセンスカより前に行ける。個人的にもちょっとセイウンスカイがほんまに黄金世代みんな好きで、その中でもセイウンスカイ好きな競走馬なんで、今回セイウンスカイをあの活躍させたいというか活躍してもらいたい。セイウンスカイには、うわマックイーンに前行かれとるな。かわされるか。ここでかわされるんで何なんだろう。パワーが足りないのかな。脱出が発動せんかったけんか。いやーこの戦闘が奪われるのはちょっと痛いな。いやでも行こうとしてる。ここでかわせば固有発動する。 OK 固有発動。いいよいいよいいよ。こっから差を広げろセンスカイ。おおめっちゃ広がっていく。めっちゃ広がっていたさ。もうこれは身内同士の戦いになってる。あこれはもう身内同士やわ。あでもブライアンが捉えるか。あ全身全霊出たらブライアンが。ブライアン123ワンツースリーフィニッシュ。オッケーオッケーオッケー。1戦目の借りを返しました。ナイスブライアン。いける。これこういう発動する。セイウンスカイこういう発動する。多分オッケーオッケー。ナイスナイスナイス。大丈夫かな。でもスタミナ的に、うわーこれ詰まってる。これ逃げがちょっときついわ。これは後ろの展開になるな。前潰れて、前が潰れて、でゴルシが上がっていって、ゴルシブライアンが上がっていってる。おもうこれ命中の戦いになれるか。ナイス。でも相手のゴルシも来るぞ。これゴルシ、オッケー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 。さあゴルシ外からいってる。さあ12がゴルシと、ブライアン下がったけど、カメラ絵が入って、こっからでもこれ最終ラストスパートスキルがないから、いやールドルフに負けた。ルドルさん見ましょう。 A プラスこれ間に合うんやね。でもだいたい A プラスぐらいでもエンコのマエストロと根幹、まあ、鋼が発動しとったんかどうか分からんけど負けましたね。このパターンに負けました。そっか A プラスで鋼の石取ってて、マエストロパターンでも鋼が発動しとったら金回復2個発動して緑スキル1個ぐらいあればいけるっていう感じなんかな。さあゼック、うわまたセイウンスカイ不調。セイウンスカイがまあ普通以上であってほしい。まあブライアンかゴルシはまあいいとしても別にどっちでも、セイウンスカイはね普通以上であってほしいなと思ってます。行きましょうラスト。いやーでもなんかいろんなそのステータスのパターンに負けるけん、それもなんか新たな発見があっておもろいな。ただ闇雲になんだろう、スタミナを盛るだけっていうよりもやっぱりスキルの面とか、さっきのルドルフ負けたんは、まあ、最後サッシがやっぱ速度的に一番最後、まあ、なんて言ったらいい、速度が速くなりやすい客室らしいので、まあ、そこで末脚とか、まあそのルドルフの固有も発動して、まあ、より速かったんでしょうねラストスパートが。マヤの逃げやなこれ。マヤの逃げやわ。逃げマヤのに初めて当たった。前に行きたがろうとしてる。この前に行きたがろうとしてることでスタミナ消費してんのかな。
これで不調やけんさ、筋回復2個ぐらい発動せんの多分取れんよね。セイウンスケ発動せんな、筋回復。あ、発動してる。オッケーオッケー。さあ、こっから、いや、まあ、固有的にはやっぱルドルフが強いかも。まあゴルシュももちろん強いけど、最後のラストスパート、まあ天皇賞は短い直線やけど、ルドルフ強いな。こっからアングリングスキーミング発動して、まあ、差を広、不調でもいけるのか。いや、これブライアンはきついな。ブライアンはどきつい。押し切れるんかなこれ。うわ、すごっ。不調で勝つんだこれ。来てるよ、不調で勝つんだ。セーフスカイ不調で勝つって相当強いぞそれ。ナイス、なんとかグループリーグへ進出決定。もうギリギリですね。最後でもほんまに収穫やったのは不調でも勝てるという。根幹両馬場、根幹持ってて、まあ、金回復が2つぐらい発動しとったら全然足りるんかな。他の人のステータスにもよると思うんですけど、やっぱりシンボリルドルフが来ますね。うわ、このルドルフも A プラスパターンのルドルフでもしっかり来るわ。最後の末脚と自分の固有でよりラストスパート最後グーンって伸びるのが強いんでしょうね。一応ゴルシーブライアン 3,4 まで来てる。でもナイスナイスということで、一番最初の初見プレイは、まあ、5分の3だったんですけど、こっから、全部消化してみて、もうほんまに感じたこと、そして、まあ、ここはこうした方がもしかしたらいいのかなと思ったことなんかまとめていきたいと思います。ほな、消化していきます。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも、生放送とかやってます。ぜひ、チャンネル登録とコメント、それとベルマークみたいな通知をオンにしてくれたら嬉しいです。ほな、次の動画でお会いしましょう。アリーベデルチ。